Thank you.
早いね。これ2回でも無理やな。私はこれまっすぐ行けたんですよ。スーパー、そうそう。これを右に行っ
逆に行くと確か天理教さんというか天理教さん越えて郡山の城跡の北の方を通って踏切があるはずやな。それをずっとまっすぐ行ったら食湾あったはずや。ああ行ったな、昔食湾へ何回か。なかったこの道なかったし、あの立派なあれこの池の上に大きな太陽光発電ここ通るの 2,30 年は通ってないな。信号を左折するんです。そしたら封書が来てました。リコール燃料ポンプに不具合があるらしいのでてなことで確認すると、デンソーの燃料ポンプをリコールすると。それだからまずはディーラーに持って行ってこのバイクの燃料ポンプが電装か否かを確認やって、それから後日交換すると。電装であればだが言わなかったけども、番号でこの燃料ポンプはどこどこのメーカーとかわからんのかな。分かれへんのかな。電装というのでそうとしたらすぐに出るような気もするんやけどもな。昔エクセルで何かをピックアップするときにそうとして、それを知らんときは大変やったけどもな。エクセルで簡単な作用図とか絵描いてたけども、図面とかなおかつ書面も作ってたな。結局ワードは使わずでずっと来てたな。昔寝たかな、
花子、花か、花子、花子も娘の祖母とはやったと思うけども、花子とか、あいつ、三四郎、じゃあよかったかな。花子がええや、漬けええや、確かに。懐かしい話やな。もう40年、50年前の話か。あ、また金婚か。どれぐらい待たなあかんか。最大時行き、大和最大時か。動体視力を上げるにはこういうバイクとか電車とかの文字を呼ぶんですわ。その訓練でだいぶ違いますよ。私がこうやってあの近場をちんたらちんたら走ってるよりもやっぱり300キロ400キロをちょっと郊外で走った方が絶対その日は目がよく見えます。確実です。眼球を動かす筋肉を使うからだけ変やろな。家にずっとおったらそんな眼球焦点合わせへんからな。なんじゃないけども、もう来月で70歳ですわ。70歳でもこの前視力検査やっても 1.5 と 2.0 やるからな。70ですせ。昔
かし70なんかもうおじいもおじいももう腰曲がってもう年格好になっておるんですよ今。このちょどこで上ね。なんで止まれへん設定時線で。そんな人おるな。ずる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 前まで入っていく人は。ああいうことをするから老害って言われるんですよ。